ポリウレタンの合成時ソシアネートとジオールモノマーが重合し、ポリウレタンを生成する。トリオールを用いる場合もある。軟質ポリウレタンフォーム製の家庭用、スポンジ硬質ポリウレタンフォームの製造のための、缶スプレー住宅建設における、硬質ポリウレタンフォームの絶縁層、ポリウレタンフォームプでコーティングされた空調ダクトポリウレタンとは、ウレタン結合を有する重合体の総称で、 通常、イソシアネート元と水産元を有する化合物の重複化により生成される。ウレタンが介する結合を、ウレタン結合という。ウレタン樹脂、ウレタンゴムとも言う。プラスチックの分類を表す略号は、プ、ゴムの分類を表す略号は、U である。1937年に、ドイツの IG ファルベン社で最初に実用化されたが、 工業用に広く用いられるようになったのは1950年代以降である。高張力や耐摩耗性、耐油性に優れるが、耐熱性や耐水性は他の合成ゴムに比べ低い。水分による加水分解や空気中の窒素酸化物、塩分、紫外線、熱、微生物などの影響で徐々に分解される。分解はその素材が合成された時から始まる。 素材が合成された時点から、加水分解などによる劣化が始まり、高湿度下では劣化が促進される。日用品で、強磁劣化に伴うトラブルも多い。靴底に使用されているウレタンの劣化破損では、捻座などの怪我を負う例が報告されている。この劣化は、使用回数などとは無関係で進む。通常、グリコールを 主とするポリオールと主としてに関納のイソシアネートであるジイソシアネートを反応させて合成するカルボキシモとアミノモトなどの関納元も併用することができ非常に多様な性質の製品を作ることができるウレタンフォームを製造するためには発泡剤を加えて重合させるポリウレタンの主な用途は次の通りであるありがとうございます